それでは第4回後半、産業動物由来感染症のうちの、主要な細菌感染症について、紹介したいと思います。最初は、O157H7、腸管出血性大腸菌感染症、感染症法3類感染症に入ります。これを有名にしたのは1996年の岡山県堺で、大流行でこの1万人が感染するという、騒ぎになりました。この時、疫学調査で、カイワレ大根が、学校給食で使われていたという、共通因子として出てきました。これをめぐってはかなりいろいろなことがあって、カイワレ大根についていた O157 なのか、大腸菌はカイワレ大根の中まで入るのかというような議論がありました。水耕栽培を上流でしていた、その上に、牧場があったというような話もあります。おそらく、農場から出た菌が水系で来て、カイワレ大根の養殖をしていたところで着いたか菌の中に入ったかというので、その後、国際的にも問題になって、アメリカなんかでも調べて、確かに電子顕微鏡で、カイワレ大根の、中に入っているというような写真が撮れたりして話題になった記録があります。それよりずっと遅くになって、ドイツ、ヨーロッパで、もやしの中に入って、その時はドイツが輸入元であったスペインを訴えるというような騒ぎになりましたけど、いずれにせよそういう、2つの意味でですね、要するに普通の大腸菌にベルトキシンの遺伝子が、ファージに乗ってきたと考えられていますけれども、取り込まれて、通常の大腸菌が赤痢菌の毒素を作るようになったという点と、カイワレ大根という、生野菜を介して、1万人という感染者を出したという、2つの意味で、衝撃を与えた、感染症です。即、1996年同じ年に、食中毒菌から、指定伝染病菌に変わって一例でも届け出ろという話に、なりました。毒素は、ベロトキシンの1と2ですね。ベロトキシンのベロというのは、ベルベットモンキーから作った、腎臓細胞で、ベロ細胞という予言で作った、今の感染源で作った細胞株で、ウイルスに非常に感受性がいいんですけれども、これが、この、ベロ毒素にも感受性が良くて、この毒素を混ぜると、ベロ細胞が死ぬというので、インビトロでの毒性評価に使えるという、格好で、ベロ毒素という名前になりましたね。症状は、出血性、要するに赤痢ですね、血便、腹痛、嘔吐、大腸菌によっては起こりますけど、病気そのものは赤痢です。で、重篤の場合、乳幼児でですね、HUS という非常に深刻な病気を起こします。溶血性尿毒症症候群。このレセプターは、トリヘキソースセラミド、脂質に3つ糖がくっついた、糖脂質が受容体なんですけど、これの発現系が、腸管の上皮のところ、それから血管の内皮、腎臓の、尿細管糸球体といったところに非常に多く出ているので、そこに毒素がくっつくと細胞群がやられるということで、この名前になっていますけど、致死率 30% で後遺症が結構残ります。HS は全体の患者の大体1から5%、ありがたい点は、通常の食中毒の毒素に比べると熱に比較的弱いと、それでも80度し10分の加熱が必要ということです。菌は赤痢菌と同じになってしまっているので、しかし大腸菌なので結構環境で長く残ります。
近100個くらいで十分人が発症するという。で、これ持ってる牛はレセプターがほとんど発現していないので、これが始まって調べた頃は 6% で、今は、きれいになってきて、だいたい 0.1 から 1% といっても、年間120万トンが貯蓄されますから、年間1200から1万2000頭、1日で見ると3から30頭の鮮牛が今でも、貯蓄されているということで、まあ、貯蓄場ではあの時、あ、そうか、君らは2年生になったところだから違いますね。動物衛生実習じゃないですね。公衆衛生実習で土地区場に行くと、分かると思いますし、動物関連キャリア概論で土地区場に行った人は、もし立ち会えれば、あの時牛を解剖するときに、あの、食道のところから肛門のところ先2つを縛って、内容物が出ないようにして、貯蓄するという方法に、なったのは、実はこの腸管出血性大腸菌が、問題になってから貯蓄情報を変えて、内容物、腸管の内容物が、肉に触らないように、閉ざしなさいという、法律改正で、今の、解剖の様式になりました。人は極端に敏感で100個で感染、糞から見ると大体、菌として1グラムに1万個くらい持っているということを考えると 0.01 グラムを汚染しても、十分にその肉を食べれば、人が発症するということになります。弱点、まあ加熱処理で、処理できるというブドウ球菌みたいなのは結構熱に強いんですけど、毒素が。と同時に、筋肉の中には、この菌は入っていかないので、解体するときの菌表面、加工のときの菌表面についた菌が問題ということです。したがって、肉塊の表面の衛生管理をすればいいということで、先ほどの、肝臓の場合は、O157 もそうですけれども、胆管から 逆上して、中心部に入るという、問題があるので、筋肉と肝臓とは結構牛の場合は、やり方が違ってきます。熱に弱くて75度1分で、表面のは死ぬというので、まあ、毒素は80度10分ですけど、表面を、殺菌すれば、それで筋肉は、結構、処理できるという形で、さっきの豚の、あの、肝炎ウイルスの場合は、中まで、熱しなければいけないという形になっているのとちょっと違います。で、低温では菌は増えられないので、まあ、冷蔵保存で、コールドチェーンで動かして大丈夫。まあ、菌によっては、結構、エルシニアみたいに低温でも増えたりするというものがいるので、結構問題にはなります。まあ、低温処理、低温保存、冷凍保存が有効と。で、まあ、よく、中毒で問題になるのがユッケです。まあ、そこにあるようにちょっと、知っておいて、博学ですねと言われるかもしれない。ハングルは、肉でユックと言います、ね。で、ナマス、を貝ですよ。発音は、フェという。だから、肉、ナマスというのはちょっと難しい字を書きますけど、獣や魚の生肉を細かく削ったものをナマスと、言いますけれども。おなますの時のなますですね。牛肉を細切れにして、ごまねぎ、松の実、薬味、醤油等で、砂糖、コチュジャンまで入れるとか、卵を真ん中に乗せて食べるあれですけれども、この、ユク、カイっていうのを、ユクフェっていうのが、日本語ではユッケという発音になっているということですね。
で、基準が決まりました。生肉用の、食用肉の処理加工について、まず、エンテロバクテリアですね、腸内細菌化の菌群がついていないこと、加工器具については83度以上で洗浄消毒すること、表面温度は、菌が増殖しないようにというので、輸送時あるいは保管も10度 C を超えてはならないという、そして、切断調味料への浸潤、断片に表面についてたのが中に入って混ざって問題になったので、粘着成形処理っていうのはあのなんていうのハンバーグとか、なんか、なんだっけあのステーキだけど本物のステーキじゃなくてこう巻き巻きにしたようなステーキでしたっけ、ああいうのは中に菌が入ってしまうと不活化されにくいというものでダメになっています。中まで加熱するという処理になります。まあ、ユッケの場合に本当に食べたい人は大型の、筋肉の塊の表面を熱で不活化してそこからこう表面を切り取って中の、ところを取るなら大丈夫だというのでここにある深さ1センチまで、60度 C で2分以上加熱したものの中身のところを取り出して、ユッケにするなら許そうということですけど、まあそんなことしたらものすごい高級料理になってしまうので結局はあまり流行らなくなったということですね。生肉用の食肉4度 C 以下で保存、冷凍させる場合はマイナス15度 C 以下で保存ということが、まあ、義務付けられています。先ほどの生レバーの件に戻ります。さっきは豚でして E 型肝炎が問題になりましたけど、牛の方の生レバーを先に止めた理由は、まあ、O157 が、肝臓に入るときは表面から入るというよりも、胆のですね、総胆管から、上がってきて、肝臓の深部に、胆管から毛細胆管から涙道の方に走ってしまうということがだんだん分かってきて、表面を加熱してもダメということになって、牛のレバーを安全に生で食べる方法がないということでもう即禁止になりました。レバーは加熱用としてのみ使えると、生レバー、レバ刺しは提供不可という、それでもといったときは中心部の温度が63度で30分以上もしくは75度 C で1分間以上ということで、まあほとんど生は事実上禁止と。で、ユッケの方は、まあ、金をかけて、作るなら、大塊の肉の表面を、熱処理して、中身のところをえぐり出す格好で作りなさいということになりました。E 型肝炎のところはさっき話しましたね。話変わって旧熱です。プロテオバクトリアモンのガンマプロテオバクテリアですから、腸内細菌化のグループと、兄弟のようなもんで、レジオネラ。レジオネラは聞いたことあると思いますけど、あの温泉の、24時間温泉みたいなところで増えて、結構問題になります。これは、むしろ、公衆衛生上問題になる方の菌ですね。まあ、それのグループのちょっと枝分かれのコクシエラ科、コクシエラバーネッティ。バーネッティのバーネットは、サー・マクファーラインバーネットのバーネットです。あの、クローン選択説の、免疫学の革命と言われた、一個一個のリンパ球が、一個一個抗原に対応して、クローン増殖するという、誰も考えなかった説を唱えて、まあ、結局彼が正しかったんですけど、まあそれは免疫学で聞いてください。クエリーフィーバー、原因不明の熱という意味でそのまま名前を取って、キューフィーバーになりました。
オーストラリアの突撃場で起きたのが最初。まあ、コクシエラ・バーネって言ってるのはそういう意味では、金とはあまり関係ないですね。このコクシエラを見つけた、ヘラルド・ル・コックスの、俗名のコクシエラを取って、州名の方のバーネっていうのは今のバーネットにちなんで、コクシエラ・バーネティというふうに、学名がついています。召喚菌。ほとんど人工培地では植えなくて細胞寄生性が強いという、変性細胞内寄生細菌ということになるので、まあそういう意味ではリケッチャーとかクラミジアに近いですね。大きさ 0.2 から 0.4 かける1マイクロとか、まあそうですね、大腸菌並みですね。増殖時の検査形態には大型菌体と小型菌体があるという、ややちょっと変わり種の格好のグループになります。世界中にあります。まあ、特にヨーロッパ、まあ、オーストラリアは相変わらず多いんですけど、アメリカ、日本は割合きれいです。感染動物の尿、糞、乳汁等に排出されるという格好で、まあ、経路はだいたい食品系が結構多いですね。まあ、その、まあ、ここの図で見ると牛乳、乳製品、肉製品、生卵、マヨネーズ、この辺がメインルートですけど、家畜からダニに行って、そのまま、マダニ、ヒメダニで、ソフトティックとハードティックですけれども、交渉で来るもの、それからダニを介してペットとか野生動物、等から、間接的に、回ってくるというケースも、ないわけではありません。まあ、しかしメインが、食品、まあ、ついで、ダニというケースが、まあ、多くなる。まあ、圧倒的に人に関しては、食品系から来るのが多いかというふうに思います。汚染された環境中の粉塵、エアロゾールを吸入することでも起こると。まあ、メインが、未殺菌の乳製品、生肉と、日本は、まあ、どっちの系も本当に、少ないと思いますね。から人から人への感染はほとんど起こらないと。まあ、海外では猫の出産、流産時の人の感染が結構多いように書いてあります。まあ、これが国別のですかね。2009年、この、オランダの時は、ヤギの乳だったと思うんですけどね。もう大流行になって、厚生大臣の首が飛んだ記憶がありますね、確か。オランダ大使館であったと思うんですけど、下の領事館、大使館に、お医者来てたけど、その時の話で、大臣が辞任しましたとか言ってました。まあ、このぐらいの数、まあ、オーストラリアは老舗ですけれども、だいたい300人から450人くらいのレベルですか。で、日本は、もう本当に稀で、1988年に、カナダで研究していた医学留学生が、発症したのが最初ですか。99年から届けね、4類感染症の3種病原体に入っていますけど、まあ、最初12、23、40だったけど、その後、782、732というような感じで、ほとんど一桁の患者さんという形です。まあ、急性型、慢性型があるということで、急性型は、2、3週、まあ当然ドーズリスポンスがありますが、感染力が多ければ、潜伏期間も短くなります。発熱、疼痛、筋肉痛、全身倦怠、呼吸器症状、あまり取り柄がないですね。だいたいどの病気も
こんなもんで、熱が出て頭が痛くて、ちょっと高熱になれば筋肉痛があるし、全身倦怠で、呼吸器症状も出るというなら、これはまあ他の一般の感染症とあまり見分けがつきません。主症状肺炎、肝炎、陰症状多彩、たまに皮疹が出ると。PCR で止めるか。まあ、GOT とか GPT が上がるんですが、やっぱ肝障害が結構出るんですね。あと血小板が減る、貧血が来るから、造血系もかなり影響を受けますね。急性型の特徴、この変化、2ないし 10% が心内膜炎を起こすと。慢性型に移行するケースもあるということです。まあ、関節蛍光抗体法ですね。あと、まあ、ペア結成で抗体価の上昇を見ると、まあ、いつものペアですから、4倍以上に、ポストとプレで差が出たときに、陽性、あと PCR、そんなところですかね。まあ、そこにはそうか、侵入経路が感染、羊、ヤギ、牛からのエアロゾール、拡散は血行性に広がって、肺炎、心内膜炎、あるいはグラニューローマですね、肉芽腫が、できると。排出は、人では通常起こらないのに、あんまりやっぱり人はほとんど行かないということになるかと思いますね。治療薬は、テトラサイクリンが極効く第一選択薬です。クロランフェニコールも効くということで、まあ、そこに、テトラサイクリンですね。便潜鑑識の6巻が、4つ続くのでテトラのサイクリンです。片やクロランフェニコールですから、フェノール系に、こっちにアミンがついていますね。こっちにもう一個アミンがついて、クロールがついているので、クロラムのフェニコールという、名前そのままですね。フェノールに、クロールに、間に炭素と HNCO なしですね。OHOH です。ディオールの格好になっていると。予防は、家畜の出産シーズンに海外では多いので注意すると、流産胎児は特に危険ということですかね、過酸化水素水で消毒した方がいいと。オーストラリアは土地区上で、ハイリスクになると。ワクチンもできているんですね。日本は使用しない、できない、市販されてないということですかね。愛玩動物を含めて出生時の動物、手榴弾の動物の扱いには注意する必要があるということです。炭素、これは実習でやったと思うんですけれども、微生物のバチルス・アンスラックス。アンスラックスというのは炭という意味ですね。まあ、壊死して黒いかさぶたができてこう黒く見えるので、そこから来た名前で皮膚炭素の病変ですね、これはね。菌はファーミキューテス、大型の肝菌です。バカでかいですね、これね。グラム陽性の大肝菌で、バチルス・アンスラシスというのが、学名になります。芽胞形成もできます。胸膜形成もできる。最近のところを思い出してもらえば分かると思うんですけど、グラム陰性菌、細胞膜があって細胞壁が非常に薄いんですけど、その後、外側を外膜が包みます。グラム陽性菌は、細胞膜の上に厚い、細胞壁を持って、その外に、胸膜を持ちます。で、胸膜というのは本当は、膜ではないんですね。細胞が、細胞壁の外側にできた分泌液がこう膜状に見えたので、顕微鏡で見て胸膜という名前をつけたので、まあ、そういう意味では、細胞膜とか細胞壁のような、
基本構造を持った膜ではありません。ただしこれが、病原性と非常に関連するので、重要になっています。栄養分が不足してくると、まあ、他のと同じで、中に芽胞体を作って眠り込むという、毒素としては防御、因子、それから浮腫、エデーマを起こすの、それから、リサルナ、致死因子という、まあ、3つの因子が、同定されています。分布は世界中、アジア、南米、アフリカが特に多いと。まあ、日本最近は少ないですけど、我々の学生時代は結構農場で出たことがあります。家畜感染症の管理が不十分な国で出ると、アジア、アフリカ、南米等ですね。感染経路は経路によって病巣が違ってくるので、皮膚炭素は感染動物あるいはその加工品と接触して皮膚の傷口から入ると、あるいは昆虫にが持ってきて、交渉によって入るというので、私の同級生は直腸検査をやった時に炭素の嘘をやって、1週間、隔離でしたね。病院は動物病院は1ヶ月、営業停止という東大の病院だったですけど、動物病院がその間なくて、授業はやったんですね。直腸検査をやった2人だけが、休みでいいなとか言った覚えがありますね。だから、食品関してそのまま来た時は、腸炭素になります。菌が消化管の方に入って一気に増えるというそれからこれは稀です。テロの時に問題になったケースで、白い粉を郵便袋に入れて送られてきて、十何人か、この画法を一気に吸ったもののために開けて、封筒を開けて吸ったために、肺炭素になって、だいたい8000から4万くらいの画法が一気に吸い込んじゃうと、肺炭素で、これはもうほとんど致命的です。肺の中で炭素菌が増えて、急性肺炎で即死亡という。この時のはまたいつかないか、危機管理ではありますけれど、実はこの時、アメリカの FBI に協力した、研究者そのものが実はこのテロリストだったという、まあ、最後自殺をしてしまいますけど、結局炭素菌の遺伝子を追っていったら、彼のラボの由来であるということが、まあ、証明されたようです。まあ、ちょっと横にそれましたけど、臨床症状としては皮膚炭素の場合は、先ほどのあの黒いかさぶたが見えましたけど、あれがひどくなると、どんどんとリンパ節管を使ってリンパ節にこう広がっていくという格好になります。無痛性、非可能性の嚢胞が出てくるという、腸炭素は、腸で増えますので、消化管症状ですね。あと、ひどくなると血便、腹水の貯留と、上部の方で、傷口先が入ると、咽喉頭部では喉頭炎、そうなると嚥下障害で、頸部リンパ節失調という形になりますよね。肺炭素は先ほど言ったように芽胞を吸い込んで一気に菌が増えられるという格好で、疼痛、筋肉痛、悪寒、発熱、まあ呼吸器障害の方ですね、胸部の軽度の疼痛、呼吸困難、チアノーゼ、昏睡で、死亡まで行ってしまいますね。血血糖式、意識がなくなってきます。から、髄膜炎、これは、肺血腫を起こして、脳脊髄液までに、菌が回ってしまって、神経障害という形で、中枢神経死という形にいってしまいます。診断、そうですね、これはもう今あんまりやらないかもしれない、このアスコリ反応というので、抗体と菌と合わせると抗原抗体反応が起こったところに白いバンドができるというので、やりましたかね、実習では多分やってないんじゃないかなと思うんですけど、あとまあファージの、腰筋試験、まあ、今は PCR の方が多いと思います。
臨床検体から菌培養する。まあ、グラム陽性の大肝菌ですけど、決してクロストリディウム属のような変性嫌気性菌でないので、割合簡単に培養ができます。まあ、我々の時は、パールテストっていうのがあって、ペニシリン感受性なので、ペニシリンかけると細胞壁がダメになって、丸い真珠のような、肝菌が真珠のような形になるので、パールテストと呼ばれていましたけど、今だけやらないのかもしれませんね。治療は、ペニシリン、シプロフロキサシン、ドキシサイクリンと効きます。法律は家畜伝染病予防法の監視伝染病。対象動物が、牛、馬、羊、ヤギ、豚、水牛、鹿、イノシシ。感染症法は4類感染症。取扱規則の方では2種病原体ですから、まあ、テロに向いてるんですね。オウム真理教が使おうということを考えたので有名になりましたけど。一種は、ウイルス性出血熱のグループなので、2種というのはそれに続く取り扱いの危険な、病原体ということになっています。当然P3 でかつ、届け出て査察を受けるということになるかと思います。ブルセラ、ブルース教の名前を取っています。これは、動物種によって菌株が違います。病原性も非常に違う。一番きついのがブルセラ、メルテンシス、ヤギ羊のグループですね。家電法の、法定伝染病の方に入っていると思います。 OI はリスト B、 非常に重い、名前は、中東じゃないあそこの、マルタ島のところで流行ったのでマルタ熱という名前になっています。だからまあよく多いのが、アボルタス、流産を起こすのでアボルタスになっていますけど、ほぼに牛のグループですね。あと他に鹿、ラクダ、バングネスという名前、別名をもらっています。まあ、この2つが、ブルセラの中では、非常に、危険なグループです。あとスイス、豚ですね。イノシシ、豚、あとノウサギ、トナカイ、人ではやや重い方です。からあと、比較的軽い中では、まあ、カニス、犬のグループ、人への電波、マレ、オビス、羊、電波するかどうか人には分からないと。ネオトーメというネズミのグループと、マーリスという海生哺乳類のブルセラがあります。まあこれも世界中あるけど、日本はまた例によって意外と少ない感染症です。地中海沿岸、西アジア、アフリカ、中南米、カリブ海、諸国に多いということですね。まあ、名前の由来はさっき言ったように、マルタ熱の流行った時に分離した、デイビッド・ブルース、ブルース教ですね、彼はね。ミクロコックス、小さかったからですよね。小型の球菌の、マルタで取れたメリテンシスという、名前になっております。人のブルセラ、ブルセラは、プロテオバクテリアというのはアルファプロテオバクテリアですから、リケッチャーのグループとか、あるいはミトコンドリアに行ったプロテオのグループと同じグループの中の、リトビウム属、ブルセラ科、ブルセラ属、ブルセア、メルテンシス、アボルトス、オビス、スイス、そういう格好になると思います。消化菌で発育は意外と遅い。胸膜もなきゃ画法もない、弁毛もない、非常に単純な系ですね。100個以下の菌数でも感染するので、感受性は非常にいいですね。検査室感染も起こると。そうですね。バイオハザードの時の、事故の多かったビッグスリーくらいに入ってた気がしますね、ブルセラ。潜伏期と感染経路としては、大体2週間平均、脾臓リンパ節で、細胞内増殖をするという形ですね。だからやっぱりちょっとリケッチャーには割合近いですね。
細胞寄生性が結構ある。由来は、非加熱の生の乳、チーズ、動物死体流産、まあこの辺見ると割合吸熱とかに近い感じですね。急性と限局性と慢性と3つあるという形があります。まあ、急性インフルエンザ用ので、割合軽く済む、限局型のは結構、臓器が特異的になって心内膜炎、肺炎、骨髄炎、精巣炎、死ぬ時が大体は心内膜炎ですか。だから慢性はもう、波状熱がずっと繰り返して続くという、脱力、疲労、慢性疲労症候群というような格好になります。感染経路はもう繰り返しになりますね。乳、チーズ、あるいは死体流産の時の汚物ということで、あれ、ここは繰り返しになってますね。これは来年さ省いた方が良さそうですね、これね。はい。日本のブルセラは、先ほどの吸熱と同じ非常に稀です。ほとんど海外で拾ってきたシリア、エジプト、イタリア、エジプトになっていますかね。菌としてはメルテンシス、1個がアボルトス、まあその他国内かもしれないというのが3例くらいありますけど、まあ、こんな格好で特許される、症例です。日本での家畜のブルセラ感染は2001年、牛で1頭報告されているだけというので、まあ海外では結構あるけれど、まあ日本では、キューネスと並んで非常に稀な、病気になっています。あと、豚の方ではトンタン毒があります。スワイン、エリジペラス、人に来た時の名前は類単毒になります。病原体としてはこれもグラム陽性ですね。ファームキューテス、硬い皮膚を持った菌という菌グループ、その中のエリジプトソリックス、コウ、モク、カ、ゾク、すごいですね。コウから全部同じグループというかの、トンダ菌が、エリジプトソリックス、ロシオパチエという名前になっています。これは結構強烈な人獣共通感染症です。豚では肺結晶、皮膚型はジンマシン、関節炎、心内膜炎、豚、イノシシから、人を含む哺乳類、鳥類、急性白血症型トンタン毒が大爆発して、問題になったのが76年から77年ですか。で、家畜伝染病予防法の届け出伝染病になっています。時たまこう土地上でこう結構出るので、その時はもう部分排気でなくて、全排気がほとんどです。取り扱いは BSL2 という、確か獣医の方か、岡山の土地区場にいた時にこの話を、してくれたと思います。人の方に来たのが、先ほど言ったエリズペロイド、エリズペロスレックスに似たという意味で、エリズペロ用というので類単独という名前になっています。そこにあるように、肺結晶、関節炎を起こして、類単独というふうに呼ばれているので、まあ豚由来で、料理人肉や獣医、漁師等が経皮感染すると。まあ侵入門戸で、発赤、皮膚発赤という、まあ軽症型、発熱を伴う肥満型で全身に広がっていくやつ、さらに肺結晶まで行ってしまうと、だんだん重くなりますけど、まあ、肺結晶まで起こすと心内膜炎を起こして結構、窒息になったり後遺症がきついという問題が起こります。治療としては、ペニシリン系、テトラサイクリン系、キノロン系、何でも効くという感じですね。最後、結核菌、マイコバクテリウムのツベルクローシスが人の方で、ボビスは牛型で、これは、どこでやったんだろう。かなり何回もやった気がします。肉眼的には
牛形結核と腎形結核の病変は見分けがつかないので、菌を分離するということになります。まあ、人の腎形結核も、宿主域が広くてですね、まあ霊長類は当然としても あのアジアゾウとかですね、かなり変わられたね、まあ、モルモットもそうで感受性が高いんですけど、牛形結核は、まあ、もっと広くて、野生動物、肉食動物、動物園の動物、いろいろかかっていきますけど、まあ、そうですね、動物由来感染症の細菌感染症とすれば、例数の多い方かと思います。まあ、特に、乳製品、あるいはチーズ等を含めて、半生のを好む人種は結構巻き込まれていると。あと、まあ、アジアの場合は韓国、台湾で発生が、続いています。そうですね、これは疫学調査でアメリカで、もう一回マイコバクテリウムの感染症の、再調査をこれ CDC がやったんですけどね、4500例のうち、みんなツブレクローシスという症例報告で、菌を培養して全部調べたら、3417例中の35例とか 1% が実は、人型の結核菌ではなくて、牛形結核だったというのです。その中身を見ると、大体生で、食べる習慣のある方ですね。で、35例中23例の疫学調査だと19例がメキシコ産のチーズを摂取した、まあ、特に小児がよく出てるという。で、18例は滅菌してない牛乳を飲んだという形で、まあ、人々感染はないというのと、耐性菌が非常に独特であるところが、まあ、特徴と、人の方の結核菌はどちらかというと呼吸器感染になりますけど、牛形結核の場合は消化器感染が多いというあたりがちょっと違うところです。まあ、日本は徹底的に撲滅を図ったので、人の方はこういう形でまだなかなか3万人毎年出るくらい、結核保有国からはまあなかなか完全には撲滅できないんですけども、牛の方は、同じようなキャンペーンを張ってきたけれども、かなりほとんどきれいになって、1901年から乳牛を対象にしたスブレクリン検査と陽性牛淘汰という形で、まあ、肉牛では稀に報告があるけれど、乳牛についてはもうほとんど発生がありません。一回、鹿の方で確か流行があって、問題になった記憶があります。家畜伝染病予防法は監視伝染病、対象動物が、牛、ヤギ、水牛、鹿ということになっています。海外ではですね、イギリスはアナグマですね、ニューリンランドはオポッサムの野生動物が、この菌を感染して群で維持しちゃってるので、なかなか、撲滅できないという悩みがあります。ということで、一気に細菌感染症までやってしまって、ちょっと疲れたかと思います。まあ、時間があるときに見比べながら、